ませんでしたが、最終ラップに入っていますセバスチャン・ベッテル、今アロンソが4位いるので、この試合で切り替えていく。優勝を飾ったのはセバスチャン・ベッテル、優勝を飾ったのはアロンソ試合ということなんですが、